今回は2020年9月22日エディオンアリーナ大阪で行われる K1 ワールドグランプリ2020ジャパンの中から、砂部光久チャンネルがピックアップした試合4試合の勝敗予想と、エキシビジョンについて話をしていこうと思います。4試合なんでザザッといきますね。まずは第6試合スーパーファイト K1 スーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンド深志対平山仁選手の試合です。深志選手は前回の試合、2020年今年の3月に安保ルキア選手に判定負け、平山選手は、2019年12月、中野選手に KO 負け、なので、どちらも再起戦となります。平山選手は中野選手との試合ちょっと危ない倒れ方をしたのでダメージちゃんと抜けてるかなと心配になります。で深井選手は1ラウンド目に安保選手にダウン取られながらも2、3と盛り返すじゃないけど接戦をしてました。打たれ強いのは深井選手なので、自分の予想だと2ラウンドぐらいからそれこそもう後半なんか深井選手って後半から上がってくるイメージなので2ラウンドぐらいから深井選手がこう詰めて打ち合いに行ってパンチで倒すんじゃないかなと思いますね。どうですかね。順当に言ったらやっぱ深井選手ですね、キャリア的にもですね。でこのスーパーライト級って、その日のメインである安保ルキア選手対山崎選手が、タイトルマッチがあってその後安保選手は、階級を2つ上げるので、多分空くんですよ。空位になるのでそこの、次期チャンピオンというか挑戦者にもこれに勝った選手が選ばれると思うんですよね。例えば、安保選手が例えばですけど勝って山崎選手が空いてるで深志対平山が勝った方が山崎選手と決定戦みたいなこともあるのでこの試合はすごく大切になると思います。今後ゲオどこ行っちゃったんですかね。ゲオ出てこないです。今日本にいるんですか。いや分かんないですけどですよね。ゲオ出れば面白いです。ゲオどこあれなんですかね。もうやる気なくなっちゃった。言われちゃったんですかね。怒られちゃったのかな。何なんですかね。ゲオが出てきたらまた変わりますよね。ガラッと変わります。自分の予想では深井選手かなと思います。平山選手すごいですよね。体がムキムキファイターですよ。第8試合スーパーファイト 63.5 キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンド浦部光也対篠原優斗選手ですね。浦部選手は前回の試合2019年7月にこれちょっとびっくりしたんですけど中国との対抗戦で10試合にまさかのKO 負けスコーンって抜かれたっすよね。なんかスピードが全然違うな浦部選手良さそうだなと思ったらパーンって一発でこう倒されちゃってで起きてくるのも時間かかってその一発だけで KO 負けしちゃった感じですね。で篠原選手は2020年に、ゴンナパーに判定負けをしました。で浦部選手は、ライト級スーパーフェザー級のチャンピオンですね。 K1 ので篠原選手はクラッシュのスーパーライト級のチャンピオンですね。この試合も両選手こう前回の試合負けているので再起戦ですよね。浦部選手はすごく、サウスポーに構えて綺麗な戦い方をするなというイメージがあります。だけどこの間というかその中国との対抗戦での負け方はちょっとびっくりですね。ちょっと調子悪い感じが最近は、だからその篠原選手に対してもこう自分より格上の相手だみたいなことを浦部選手に今回は全然そのタイトルだけでいうと格上ですけどね。でもゴンナパーに1回 KO 勝ちしてるんで、篠原選手がですね、リターマッチで負けてるんですけど、キャリア的にはもちろん浦部選手、もう自分でも落ちてきてるのが分かってんのかな。じゃあただちょっと調子だって年もそんなでもないです、ないじゃないです。全然ちょっと調子悪いかとかだけじゃないかなって気もします、ちょっと弱気ですね。だからその篠原選手がゴンナパーに勝ったのを見たんですけどすごかったですね。1ラウンド KO 勝ちパンチで
いやー、これは楽しみです。そういう、だから爆発力はあるんですかね。はいはい、乗らせなんかその乗ると強い篠原選手、こう後半からこう長尻を合わせてくる浦部選手って考えると、確かにこう浦部選手部が悪いかもしれないんだけど、ここはまあクラッシュより K1 の方が上だよっていう、その格の違いというかを試合で見せてほしいですね。そうですね。これどうなんだろう、めっちゃ難しいな。正直わかんないです。わかんないですよね。まあ、前半篠原、後半判定だと浦部っていう自分の予想なんですけど、なんか浦部小矢選手が前はなんかもらわなかったようなのをちょいちょい、なんか最近ものすごくテクニカルな選手じゃないですか、そこで。だからもらってしまうとその良さが消えてる感じがちょっと最近、はい、まあ、運が悪かっただけかもしれないですけど。そうですね。これどうなんだろう。まあ期待も込めて浦部選手、はい、判定勝ちかなと予想します。第9試合、スーパーファイト K1 女子ミニマム級3分3ラウンド延長1ラウンド、ミオ VS 高梨ナックル美穂。ミオ選手はシュートボクシングのミニマム級チャンピオン、ガールズエースカップ48キロで2015、2016のチャンピオンですね。高梨選手はクラッシュのアトム級のチャンピオンなんですね。しかも5戦5勝 2KO とパーフェクトレコードですよ。いや、高梨選手強いですね。なんか K1 の戦い方がしっくりきてるなというイメージがあります。で、ミオ選手はもちろん格上なんだけど、すごくやりにくいと思います。K1 にまだ慣れてないと思うし、でシュートボクシングでやった試合で高梨選手っぽい、こう前に出てガツガツくる、三崎選手っているんですけど、三崎選手との試合も見たら、これが仮想高梨だなとかって思って自分で見てみたら、シュートポイントを取っちゃったんですよ。投げるっていう、それは近い距離になれば投げるよなって思うんで、本当に勝手が違うと思うし、結構あの試合も怪しかったですよね。はい、圧倒するのかと思ってた。三崎選手が頑張ってましたね。ですよね。はい、はい、なんでちょっと投げちゃいけない、組んじゃいけないルールで美穂選手がどう戦うのかっていうのはすごく楽しみだし、あとは試合間隔が1年以上空いてるので、しかもその間こういろいろごたごたがあって、多分まあこれも女性なんで、こうしっかり練習ができなかったり、こうメンタルのこう浮き沈みがあったはずなので、それも不安要素ではあるんだけど、自分の予想としてはやっぱこう今まで戦ってきた格の違いというか相手の違いを見せて、こう高梨選手がね勝ってきた選手があんまり分かんないんですよね。って考えると、やっぱ美穂選手がさっきもこう南さんと話してたんですけど、倒せはしないけど判定で勝つんじゃないかなと。だからそういう意味ではこう倒せる選手、高梨選手はすごく貴重ですよね。これあれじゃないですか、でも美穂選手は苦手なタイプなんですか。苦手なタイプだと思います。言ったら失礼ですけど、こう美しくない戦い方、ガンガンって美穂選手は美しい戦い方をするので、でも、ミオ選手がクレストで練習してますからね。ミオ選手、そう練習がなんかできてる、もうスタイルも徐々にこうシュートボクシングが抜けてきたらいいなと思っています。なので自分はミオ選手。南さんはちょっと高梨選手かなって、倒せると思います。倒せはしないけど、倒せないですけど、多分この前進しながらこうやってくるタイプに、が一番苦手じゃないですか。苦手だと思います。こういうテクニカルで、はい、なんかコンビネーション打つタイプ、はい、前蹴りやっても多分止まらないでしょうしね。下がりながらコンビネーション打ってもダメじゃないですか、はい、だから多分女子ってこのタイプが強くないですか。そうなんですよ。 MMA でも結局グラップラー強いじゃないですか、はいはい、女子と、アマチュアは、はい、極真スタイルの人が一番強い説。そうですね、あんまりこかしがなければ、うん、もうずっとガンガンずっとその2分とか攻め続けられれば勝っちゃうんで、
それをまあ高いレベルでやってる気がしますよね、高梨選手は。やっぱ一発 KO がないと、うん、その前に詰めていく怖さがあんまりないですからね、はいはい、やっぱ簡単一発でやられるっていう、はい、しかも倒してきてるからな、うん、この間の試合もダウン取ってるし、うん、結構美桜選手初戦ですけど、うん、いい相手です、ね、強いのを当てられたっていう感じがします、ね、いい相手ですね、本当に全然なんかこう、はい、抜きに来てないですよね、はい、まあ、楽しみです、ね、楽しみです、はいはい、これが第10試合スーパーファイト、58キロ契約、3分3ラウンド延長1ラウンド、もう1回延長があるのかな、1ラウンド、江川雄貴対椿原達也、はいはい、江川選手は第3代のケアマワールドグランプリフェザー級チャンピオン、クラッシュのフェザー級チャンピオン、椿原選手は、まあ、K1 甲子園で結果を残している、準優勝だったり優勝して結果を残しているというイメージです。これはちょっと俺はマッチメイクに無理があるかなと思います。まあ、江川選手がめちゃめちゃ強いので、うん、椿原選手は本当にチャレンジマッチになってしまうと思いますね。そうなんですけど、確かに、はい、でも椿原選手って昔、まあ、西京春馬選手がめっちゃこう若手で一番強いって言われた時にやって勝ってるんですよ。誰っていう状態で出てきて、はい、それでおーってなって、結構その強い選手に対して強いのかなっていうのを思ってて、結構マジで強いんですよ。で、蹴りがうまくてハイキックで倒したでしょ。はい、そうです、そうです。結構テクニカルな感じなんで、まあまあ、そのもちろん江川選手有利とは思うんですけど、うんうんうん、意外といい試合するんじゃないかな。そう、強い人に勝つんですよね。西京春馬ってこの時一番、はい、あの乗ってる時期ですね。今ちょっと怪我とかその後あったと思うんですけど、ここで負けたのが大きかったような気がするんですよね。はい、でその江川選手が最後に負けたのが2018年2月、増本選手に判定負けしてるんですけど、はい、その増本選手に椿原選手は今年の7月に勝ってハイキックで勝っているんで、まあグーチョキパーじゃないけど、今で言うと江川、増本、椿原っていう、この試合だけ見るとそうなっちゃうんで、まあでもその後やってきたのは違うから江川選手だとは思うけど、そのさっき南さんも言ったように強い選手に勝つっていう何か不思議な力はありますよね。なんでそこがもしかしたらっていう可能性はあるんですけど、やっぱ上手い選手じゃないですか。でそれを壊すのがパワーオブドリームスタイルというか、もうパンチでガツンガツンガツンってやっちゃうと思うんで、自分はまあ江川選手が1ラウンドで勝つ、でも何か本当見せてほしいですね。でまあ間に、タケル選手と木材門選手のエキシビジョンがあるんですね、はい、これもなんか結構エキシだけどガンガンやろうみたいな感じの雰囲気も一緒にいっぱいいます。みんないますね。まあ一応言わないとエキシなんで、いやマスというか、例えば重いグローブでレガースつけてても普通にタケル選手が倒しますよ。はい、あの木材門選手結構 MMA でも もらってるし、それこそ朝倉海に KO されてる、で伊藤誠一郎にダウン取られてるとかって、結構総合の試合でももらうのが多かったので、天心選手もね、はい、あ、そうですね。なんでまあ、倒れない程度にバチバチやり合ってもらいたいですね、はい、でもその辺は武井選手うまそうですね。絶対に怪我とかさせないですよね。はいはい、うまそう。しかも強く打ってるように見せながら、はいはいはい、っていう、パーンパーンっつって、これがもうあと5日とか4日とか、来週の祝日、はい、22日ですね、はい、結構自分ちょっと見落としてしまったんですけど、南さんに言われるまでは、はい、あのいいカードが揃ってますね。そうなんですよ、これ大事にみんな結構売って、うん、はいはいはい、でもこれやっぱ K1 ってすごいのが、もうこれ7月ぐらいに発表されてるんですよ。8月かな、まあ、2ヶ月前とかに、はい、うん、すごいですね。大事には結構もう今回ちゃんと、そう、ちゃんとプロモーションができてるってことですよね、はい、
特にやっぱこう メインは特に楽しみですね。アンプルギャー対山崎っていうのはすごく楽しみだし、 そうですね、それ以外の試合も揃ってるなっていう。序盤のカードでも近藤健生とかあと朝久大吾とか、はいはいはい、まあ強い選手で次の世代の、うん、だから結構やっぱりこう層が厚いですよね。そうですね、 K1 は K1 すごいですね、うん、ちゃんとプロモーションも前々にやってるし、なんか面白いんじゃないですかね、はい、楽しみですねこっちも、うん、22日は K1 見て27日はパンクラスとライジンを見ましょう。同じ日なんです。でパンクラスからは2人出るわけですよね。そうですそうです。そのしかも滝沢対久米っていう、もうチャンピオンクラスの人が出る。まあちょっと格闘技付けの日になりそうですね。はい、今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。